どうもさんです今日は騙されやすい人の3つの特徴についてお話ししていきます。今回の内容はですね、20代の頃、しっこたまいろんな人に騙されてきた僕の実体験を通じてお話ししようと思います。じゃあ早速行くんですけど、騙されやすい人の3つの特徴の1つ目、素直な人。まあ、素直な人は騙されやすいですね。あの、素直なこと自体はすごくいいことです。例えば、人からもらったアドバイスをそのままよしやっていこうと思ったり、うん、自分はこれやってみよう。よし、何も考えずにやってみよう。 ってこう素直に自分自身に取り入れてそれを行動していくとか何かやってみようというそういう素直なところはすごく人のいいところですけど世の中ずる賢い人もたくさんいるし相手を騙してでも自分の利益につなげようっていう人もたくさんいるのでそういった人から見た素直な人っていうのはすごく騙されやすくなりますでこれ僕の実体験なんですけど僕が31歳の頃だったかな僕当時異業種交流会によく参加してたんですよ なんか勉強会会がメインの異業種交流会でそこで52歳のおじさんと出会ったんですねで僕下の名前がケイスケって言ってそのおじさんの下の名前もケイスケだったのでこう名刺交換した時からすごく仲良くなって「あお互いケイスケって言いますね」って「あ本当だ僕も嬉しいわ」って言ってすぐ仲良くなったんですよでその52歳のおじさんと異業種交流会で仲良くなって後日ちょっと喫茶店で会えませんかっていうメールが来たんですねであ 全然いいですすよよっっってて言そのおじさんんと会ったんですよで僕当時31歳でなんかやりたいことも全然明確にしてなかったしなんかこう自分が表現できる場っていうのをすごく探してくすぶってた時期なのでなんか自分の思いをすごく誰かに伝えたかった時期だったんですよ。で喫茶店で当時52歳のおじさんと会って僕すっごい思いを話したんですね。 いや僕ね、今やりたいことは何もないんですけど、なんか人の役に立ちたいことをなんかしたいんですって。で、やっぱり人は考え方が大事なので、僕は勉強が大切だと思うんですっていうのをブワーって言ったんですよ。で、そしたらその52歳のおじさんですごい、あの、見た目もすごく優しくて、ずっとこう、にっこりしたおじさんで、ずっと僕の話を聞いてくれたんですよ。で、そう聞いてくれた後に、 ロッカーっっててんすごいなーっていなや若いのにすごくこうアグレッシブで頑張ってるよねってすっごい僕のことを褒めてくれたんですよ。で人って褒めてもらえるとすごく調子に乗るじゃないですか。でその調子に乗ってきてまたうわーって話して。で そのおじさんに話を聞いてもらって僕もすごく気分が良くなってでそのおじ話を聞いてもらった後に次はおじさんの話を聞こうと思って僕おじさんにこういろいろ質問していったんですねお仕事何されてるんですかってあ自動車関係の仕事してるんよってあそうなんですか自動車関係のお仕事されてるんですねってでその毎週一回毎週金曜日に あの勉強会っっっててていううのをやってるんよってああそうなんですかって僕も興味がすごくあったのでいろいろおじさんの話を聞いていったんですねでそのおじさんは自動車関係の仕事をしててそこの会社の部長だったんですよで部長ってすごいですねって言ってその勉強会でもプレゼンされてるんですかって聞いたらあ,あしとるよってでその勉強会のプレゼンって何をしてるんですかって言ったら一人がその自動車関係の会社に関するプレゼンをする人で二人目がなんか ゲストをを呼んでお話をする人で3人目がその自動車そのおじさんが働いてる会社の社長が毎回プレゼンするっていう内容だったんですよ。でこれで大体3時間半を、えっと、公民館で毎週してる。 っていう内容だったんですね。で、クロちゃんよかったら、一人目のプレゼン。うちの自動車関連の内容のプレゼンになるけど、ここを毎週プレゼンしてくれんって言われて、あの僕いいっすよって、まあ僕当時すごい素直だったので、ああじゃあいいっすよって何話せばいいんですかって言われて、まあそこの会社で副業として働かせてもらうことになったんですよ。で、もちろんその会社の事業内容をプレゼンすることになるので、まあその、えっと、車検 に関してとか、まあ、その車が故障したらどうやって引き取るかとか、本当に車全般の知識を教えてもらったりして、そうやってプレゼンするようになったんですね。で、僕がもう当時まだプレゼンをしたこともなくて、確か。で、なんかプレゼンがうまくいかんくて、そのおじさんに相談したら、そのおじさんが、ああのな、だったら、うちの会社で能力開発プログラム、 っってていうのを販売しとるからクロちゃんんんそれれ買わんって言わ言たんで,すよで、すよそしたらその能力開発プログラムっていうのはテキスト8冊と CD8 枚で36万5千円だったんですよ。で、僕は素直だったんで当時貯金も全然せんかったしあの本当にお金カツカツだったんですけどまあ素直だったんであ買います買いますって言ってローン組ませてもらって買ったんですよ。で、ここから僕のローン時刻が始まるんですけどあの 素直な人っていうのはね良くも悪くも後先考えないい人が多いんですよ情報をそのまま受け取るっていうのが素直な人のいいところでもあり悪いところでもあります。で夢を叶えたり目標を達成していくには本当に子供のような透き通ったような素直な心っていうのがすごい必要になる部分もあるんですけどあのそ,そこをつあの つけ入って騙してくる人もめっちゃいるんですよなので素直でいることも大切なんですけど物事に対して少し疑問を持つっていうのを僕はすることをお勧めしますこれなぜかというと騙されやすい人の3つの特徴の2つ目に行きます騙されやすい人の3つの特徴の2つ目情報に疎いあのね、騙されやすい人は自分が持ってる情報量が本当に少ないですあのこれ僕3年前に聞いた話なんですけど僕心理学を学んでた時期があってその心理学の先生から 聞いた話なんですけどあの黒さんまるさんっているじゃないですかってでそのまるさんってなんか黒さんが主催する勉強会に行ったことがあるって言われてたんですってちょっと共通の人がいたんですよ男性の僕の2公演なんで当時3年前やから3445歳ぐらいの方だったんですけどでその方が。 まあその心理学、コーチングを習って、コーチングで独立するっていう方だったんですね。で、当時、介護士をその方してて、介護士をしている方は、コーチングで、あの、副業としてやっていくって。で、その方がコーチングのホームページを作ったんですね。で、だ、誰か、僕だったから、で、そのコーチングのホームページってどれぐらいかかったんですかって、多分僕が聞いたんですよ。そしたら、その方が、そのホームページ代に、いや、まあ、 100万ですかねって言ったんですよ。で、ホームページで100万かかったんですかって僕が言って、あの、ま、3年前ですけど、まあ、ホームページっても大体無料でも作れるし、あの、大体かかっても、あの、4万円ぐらい。ホームページ代4万で、そこからま、月額5000円ぐらい。で、それじゃなかったら、まあ、月額はかからんけど、えっと、15万とか、 そのホームページが、代がかかる。そのホームページ代に100万なんかかからないんですよ。で、僕その方に、え、そのホームページ代払ったんですかって聞いたら、あ、1ヶ月、あの、1万支払いで8年ローン組みましたって、いうホームページでって思って、そうか、8、 一ヶ月一万で、まあ一年で十二万。で、八年で九十六万で、まあ八年何ヶ月かって。えそのホームページ代に百万っすよ。で、その方、まあ、で、その方は三年前に始めて、で、結局二年ぐらいでそのホームページ消えたので、多分やめたんでしょうね。で、これも、その人が、ホームページがそんな、百万もかかる。 らららなないいいっってううのを知らないからもう払ったんですよでそれを心理学の先生も「まるさんそれぶっちゃけ言うとぼったくりですよ」って言ったらそ,その方がもうあの持っとった筆記用具とかそのま心理学のテキストをまあ習ってた日に言われたそうなんでそれをもうボロボロって落としてもう手足がずっと震えてもうそ,その日はもう講座どころじゃないもう上の空でずっと <laughs> 授業を受け取った。 らしくて、まあ、それはちょっと面白いなって思ったんですけど、まあ、人は知らないだけで騙されるということですね。で、これは僕も人のことを言,言えなくて、ちょっと話の続きに戻ります。で、僕はその52歳のおじさんから、能力開発プログラムっていうものを36万5000で買って、今まで生きてきてそんなものがあるのは知らなかったから、まあ、車の移動中とか、その、 ずっと CD 聴いてたり、まあ、テキスト読んだりとかしてて、すごく今思えばすごく勉強になったなっていう部分はあるんですけど、そのおじさんが、その自動車事業もやってたので、 あの、クロちゃん、その、能力開発プログラムと一緒に、車も買わんかって言ってきてくれたんですよ。で、僕当時、K4 に乗ってて、まあ、いろんな本に書いてたんですけど、成功者に K4 乗ってる人はいないっていう文をよく見てたんですよ。で、そのおじさんにも僕相談したことがあって、 あの、僕今、K4 乗ってるんですけど、なんか成功するんだったら、やっぱいい車というか、まあ、最低でも普通車っていうのを乗った方がいいんですかねって言ったんですよ。そしたら、おじさんが、まあそらそうよって、成功者は絶対今高級車なり、まあ、絶対そのブランドがある車を乗っていくよって、ああ、そうなんかって。で、僕、車に本当に興味がないので、そのおじさんに丸投げして、じゃあ、あの、なんかいい車ありませんかねって聞いたら、あ、じゃあ、黒ちゃん、 BMW っってていううのを用意しようかって言われたんですよで僕車のこと全然知らんくてその BMW っていうもうその響きがもうかっこよすぎてあじゃあもうそれでお願いしますってもう僕素直やからただその僕あの CD をいつもその車で入れて聞いててその 車で CD を入れる、取る、入れる、取るっていうのがめんどくさかったから、あの、よかったら、あの、CD をもう何枚、5枚とか10枚一気に入れれて、チャプターであの CD を分けれるものを、こう、オプションで搭載してほしいんですって言ったんですよ。で僕、昔の人間だから、できたらこう、音楽は CD で聴きたい派なんですね。じゃそれもオプションに入れるわって言って、BM にそれもオプション代として入れてもらうことになったんですね。ここで騙されやすい人の 情報に疎いっていうのが発動します。数週間後、おじさんから電話が来て、黒ちゃん BM が来たから、ちょっと会社に取りおいでって、よっしゃって思って僕 BM を取り行ったんですよ。で、真っ黒で、もうめっちゃピカピカで、もうでっかい。 あの、乗用だったんですよ。まあ、当たり前で。で、僕、それを乗って、もすっごい軽音今まで乗っとったから、この BM の乗り心地とかがめっちゃ最高で、あ、成功者ってこんな感じなんかって運転をして、すごくいい気分に浸ってたんですね。で、ある日、BM のガソリンが少なくなってきたから、ガソリンスタンドでガソリン入れようと思って、ガソリンスタンドに到着したんですよ。で、その BM に、えっと、この、 レギュラーを入れようとしたら、その店員さんがすごく慌ててきて、いやいや、何してるんですかって言ってきたんですよ。で、僕が、いや、ガソリン入れようとしてるんですけど、って言ったら、いやいや、あの、BM は外車なんで、廃クしか入らないですよ、 って言われたんですよ。で、僕、そんな情報知らんから、え、BM って会社で廃屋しか入らないんすかってうそうですよ。それ知ってて乗られてるんじゃないですかって、いや、全く知らないですって言って、で、僕、シャーなしに廃屋を入れたんですけど、もう廃屋ってめちゃめちゃ高いんで、あの、 ガソリン代がもうバカにならんかったんですよ。で、僕当時、実家から職場まで、えっと、片道1時間のもう山奥にある職場まで派遣で行ってたので、その、二往復ぐらいするともう BM のガソリンがほぼなくなるんですよ。だからなんか、 ほぼ給料がガソリン代に消えていいくみたいなで僕、おじさんに電話して、あすいません、BM って会社で廃屋しか入らないんですかって、そうよって、え、クロちゃん、それ知っとって BM にしたんじゃないんって。 あ、いや、全然知らなかったんですけどって、で、これね、もう本当に情報に疎いっていうのもあったし、まあ、僕、素直なので、人が提案してくれたことっていうのを全部受け入れてたんですよ。で、さらに、K、K4 のローンと、BM のローンっていうのを重ねたのと、能力開発プログラムっていう値段も重ねたのがあったので、ものすごい莫大なローン時刻が始まったんですね。で、人って知ってる知らないだけで、本当に騙される確率が高くなるんですよ。で、これ、スーパーや コンビニとかも一緒で安い店高い店って知ってるだけで行動って変わってきますよね。やっぱり同じ商品でも高いよりかは安い商品を買いたいですよね。でも、これはその情報を知ってるか知ってないかだけなんですよ。で、僕は別に車に興味ないし、その bmw っていう響きがすごい。かっこよかっただけでまあ素直なその性格だったので、そのじゃあ bm をお願いします。って、bm と能力開発プログラム当時その。 BM も300万ちょっと。めっちゃ型が古いやつで350万ぐらいだったかな。で、BM を手放す時になった時に、まガリバーの担当者の方に僕は連絡をしたら、黒川さん、あの、騙されてますよ。あの、正直、この方の BM で350万ぐらいはしないですって。あとあ、黒川さん、あの、おそらく35万から40万、なんかの商品で、 あの、上乗せされてるんですけど、黒川さんなんか買いましたって言われて、あ、その、おそらくその車の商品の中に能力開発プログラムの値段を入れたんですよ。これ完全にあの、 車の商品じゃないので、あの、法律違反なんですけど、僕はそんな情報もわからなかったので、ああ、領収書別にしとってもらったらよかったなってすごい思います。で、そのおじさんに頼んのった、その CD オプションとして、この5枚組、いろんな CD を入れてチャプターで買えれる、その CD の機材を入れとってくださいっていうのも、おじさんは見つからんかったわって言われてたんですけど、それも自分でちょっと検索して、これ入れてくださいっていう、言っときゃよかったなって、今なら、 思いますだから騙される人っていうのは自分が持っている情報量が少ないっていうのがあります。 だからこそ普段から自分で調べたり、読書をして知識を増やしたりするっていうのをしてみてほしいんですよ。で、そうやって普段からいろんな情報に接して判断力を身につけていくと、あの、騙されることは少なくなってくるので、ぜひ、あの、普段から自分の情報量を増やしていくっていうのをやってください。じゃあ最後の騙されやすい人の3つの特徴の3つ目、自分で考えない人。これは当時52歳のおじさんと僕との出来事でいい例があるんですけど、 僕その52歳のおじさんは最初僕のことをめちゃめちゃ褒めてくれたのにこう付き合いが長くなるにつれて仲良くなるにつれてなんか僕のことをめっちゃ否定する言葉が増えてきたんですよまあ、毎週金曜日に行われる勉強会で僕がその おじさんの会社のプレゼンをさせてもらう時も、なんかあそこがダメだったとか、なんでああいうこと言ったんとか言われるようになったんですね。で、その注意してくれること自体は僕はありがたいんですけど、もう褒めてくれることはもう全くなくなって、なんか否定する言葉ばかりが増えていったんですよ。そんなんだからクロちゃんはダメなんだとか、そんなんだからうまくいってないんじゃないとかすごい言われて、中でも一番きつかったのが、クロちゃんは才能ないんよっていうのをすごい言われて、 ましたねで「ああそうなんですかじゃあクロちゃんって何で才能ないかわかる?」っていうそこから僕のすごい悪いところというかそれすごい言われ始めてで僕ねまあ本当,当時素直でもう情報もなかったんですけどその時に初めて考え始めたことがあってこの人って僕付き合う人付き合う 他方がいい人なんかな？っていう疑問が初めてそこで出たんですよ。で、なんかすっごい僕のことも否定するしま、バツイチでなんか彼女さんと生活してるって言われてたんですね。なんかまあ訳があるんかな？って思いながら、そのその結婚しない理由とか。まあ、そこは各々なんでいいんですけど、そしたらね。ある日ね。なんかこう？ 携帯で写真を見せられたんですよでその写真は何かというとなんか女の人の裸の写真を急に見せられたんですよ。えでこれ何ですかって言ったら「いや俺のセフレ」って言うんですよ。気持ち悪いなって思ってで「ああそうなんですか?」ってそのプレイをショーる時の写真だったんですね。正常位だったかなあの時は、まあ、気持ち悪いなって思ってで「えこの方っていくつぐらいなんですか?」って「うんクロ、まあ、ちゃんと年が近いからえっと34歳だったかな?」って。 え52で彼女と同棲してて34のセフレがおる気持ち悪いなって思ってで僕はあのまあ浮気とか不倫とかは全然 OK だと思,う思いますもうお互いが合意の上と、まあ、絶対バレんようにするんだったら僕はいいと思いますまあ大人の関係なのでけど僕それ見せられてなんかこの人すっげ気持ち悪いなって思ったんですよでその時に僕はすごく考えて あこの人めっちゃ僕のこと否定してくるしなんかなんで急に女の人の写真見せて今日やろう気持ち悪いなって思って。 うーんー、もう付き合うのやめようかなって、そこですごく考えたんですね。これ、騙してくる人の特徴の一つだと思うんですけど、騙してくる人って大体最初めっちゃ褒めちぎってくるんですよ。あ、まるさんすごいですね。まるまるさんのこういうとこ私好きですって、騙してくる人って大体相手をめちゃめちゃ最初肯定していくんですよ。そうやって相手に安心感を与えて、心をオープンにさせて、そっから相手を騙していくっていう手口。で、僕は当時おじさんと毎日会ってて、その才能、 がないとかクロちゃんはそんなんだからダメなんよって言われ続けて僕ねその日のある日の帰り道過呼吸になったんですよ。もうなんかハあっ,ってなってでもうすっごい涙が出てもう車で帰ってたんですけどもう運転どころじゃなくて路中に止めてもう四股玉過呼吸になって大泣きしたんですよ。でもうめっちゃそれがきつくてでそこの事業所の。 自,自動車の会社っていうのは、その社長とそのおじさん、その二人で基本的にやってるんですよ。で、まあ、あと一人サポーターのおじさんがおったので、もうサポーターのおじさんに電話して、もう泣きながら、で、もう毎日、あの、まるまさんに、こういうこと言われるんですって、なんでそんなこと言われないといけないんですかって言ったら、もう、黒川くん、ちょっともう、あ、明日、まあ、その人、兵庫に住んでて、僕、岡山に住んでたので、もうちょっと今からは急に行けないけど、もう明日すぐ行くわ、って言って、えっと、つたやの、 入り口あ、駐車場か駐車場で待ち合わせて、まあ、次の日、まあ、しこたまこう話を聞いてもらったんですねそのサポーターの方に「なんで僕そんな否定されんといけないんですか?」ってあの人のために毎週一回プレゼンしたりとかしてるのにって言ったら、まあ、そのサポーターのおじさんが黒川君、まあ、正直言うけどまるさんっていうのはもう 黒川君だけじゃなく、ほとんどの人を育って過呼級まではいかんけど、最初はすごく褒め倒して、車を買わせて、そっからはもうなんか否定とか、なんかもう、もうええわっていう態度で、どんどんあの人から人に、人が離れていってるんよ。なんなんそれって思って、で、サポーターの方がもう黒川君、あの社長と連絡取るから、一回社長と話して、それもう全部言って、って言って、僕、まあ、 でとそこから2日目か3日後か社長から連絡が来て「まあ、黒川君ごめんな」ってちょっと話聞かせてくれるってでジョイフルで社長と会ってもう社長に「ーっって言ったんですよ最初は A つ面して相手を褒めたたえるのはええけどしっかりその車を買ってくれたお客さんとかだったらどんな仲良くなっても大切にせんといけないんじゃないですか」って特に車って車,あの車検とかがあったりリピート率高いでしょってオイル交換とかって言って。 ああ、そうじゃないって、ほんまごめんな。そしたら社長は、でもなあ、あいつはな、もう昔から俺言っとんやけど、もう全然変わらんもんよって。いや、そんな人を部長にしちゃダメじゃないですかって僕は言って、もうその、言い合いじゃないけど、もうあこれ言ってもなっちゃあかんなって思って。で、社長も当時もう70過ぎとったから、まあ変わるのも難しいんやろうなって、その体制を。 変えるの難しいんやろなっって思ってで、僕はその時に素直でいることの危険性や、あ情報ってあのたくさん持ってた方がいいなっていう危機感と、まあ、自分で考えることって本当に大事だなってこの3つに気づいたんですよ。で、後日そのおじさんから LINE が来て、もう社長からこっぴどく叱られました。 一度謝りたたいいのででえませんんかっっってててが来たんですよいやもう遅いわって思ってで僕、その時、おじさんにも聞いたんですけど、僕、31ぐらいから、まあ、30過ぎてから、まあ、そんなに性欲がないので、僕は、どっちかというと、成長欲、貢献欲の方が僕は強いので、50過ぎて性欲とかってあるんかなって思って、まあ、そのおじさんに、あの、50過ぎても性欲ってあるもんなんですかって僕がおじさんに聞いたら、いや、あるに決まっとろうかって言われて、いや、決まっとんや、って思って、よう、わからんな、 って思ってなんか僕はそのおじさんをすごく尊敬してたんですけどなんか僕が目指してるなんか人格人物像とは違うなって思ってそこで僕しっかり考え始めたんですよ僕はそのおじさん尊敬しててメンターだったんですけどあまあ自分の生き方とリンクしてない人をメンターにするとやっぱどっかでなんか間違っていくというかあやっぱ何でも鵜呑みにせん方がいいなって僕は思いました。 で、騙されやすい人は素直な人、情報に疎い人、自分で考えない人なんですけど、これが必ずしも悪いとは限りません。素直でいるからこそ、人の話を聞いて一緒に涙を流せたりできるし、映画を見た時にスッと感動できたりするので、素直っていうのは持ってた方がいいと思います。けど、素直すぎると何でもうのみにしてしまって、その通りにやってバカを見ることもあるので、少しだけ疑問を持つことっていうのをやってみてください。で、情報っていうのも知らないことの方が幸せなと 時もあります例えば同じ時期に入社した同僚がいたけどその同僚が上司に好かれとるっていうだけで毎月の給料が3万こっちの方が高いとかそういうのはもう知らない方がちょっと幸せかなと思います確かに情報ってたくさん知ってた方がいいんですけどその情報をどう使うかっていうのが人生では大切になってくるので、まあ、知らない方が幸せなこともたくさんあるのでよく考えてこう情報収集することをお勧めします で最後は自分で考えない人。まあ、これもね、考えないことでいいこともたくさんあります。例えば、恋人とは付き合ってみないとわからない。まあ、そのプレイ、エッジの相性とかもあるやろうし、まあ、この人と一回付き合ってみて、長く付き合えるか考えようっていうの、それもすごくいいことだと僕は思うんですよ。けど、どっちかというと、よく考えて行動した方が僕はいいと思います。 で、僕がお勧めするのは常に最悪な事態を想定しておくこと。今から行動することでもう最悪の事態って何だろうって。で、その対処をあらかじめ考えて行動していくこと。いざその最悪の場面に遭遇した時は、あ、このシナリオはもうシチュエーション通りだ、こう対処していこうって冷静に見ることができるので、何か行動するときは常に最悪の事態を想定しておくことということをしてください。するとまあ騙されるっていうことは少なくなると思いますね。なので僕が今回お伝えした内容、 自身の経験と振り返ってみてできることから実践してくださいあと僕に何か質問や話してほしいテーマなどがありましたらどんどんコメントくださいグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いしますそれでは次回の動画でお会いしましょう